はいえっと、それでは再開します。えー、次に、えー、写真家で、えー、ノンフィクション、えー、ライターの宇都宮哲一さんに、えー、日本サッカーのシーズン以降の問題を論じていただきます。えー、宇都宮さんには、えー、このシンポジウムの企画段階から、えー、多大な協力をいただいたのでまずはそれについてお礼を申し上げたいと思います。えー、っと宇都宮さんは旧ソ連、えー、東欧圏のサッカーにも 大きな関心を寄せていて、幻のサッカー王国、スタジアムから見た、えー、解体国家ユーゴスラビア、これですね。それから、えーと、ディナモホットボール、えー、これですね、えー。そういうものを、えー出,すね、出していて、まあ、スラブユラシア研究センターの研究分野にとっても、えー、決して遠くない存在です。実際ですね、2011年にも こちらで講演していただいたことがあって、その時のタイトルは、国境とフットボールだったと思います。でつい最近は、これですね、この <laughs> 異端のチェアマン、村井充、J リーグ再建の真実という本を出されていて、まあ、大きな反響を呼んでいます。皆さんも手に取っていただければと思います。それではよろしくお願いします。先生、ありがとうございます。 はい、え、みさん、こんにちは。えー、写真家ノンフィクションライターの宇都宮哲一と申します。えー、今日は、えー、こちらのご招きいただきありがとうございました。えー、早速ですけれども、あのー、今日はパワーポイントで、えー、進めてまいります。はい、画面共有、お願いします。はい、これでスライドショー。はい。はい、タイトルをですね。えー、なぜ今、J ェーリーグ秋春戦が議論されているのか。 と題しましまて、えー、今日は、えー、歴史的な視点とグローバルな視点から考察する日本サッカーのシーズン以降という、えー、サブタイトルを付けさせていただきました。はいえー、宇都宮哲一と申します。はいあのー、このたびですね、お招きいただきまして、あのー、冬の札幌っていうのがですね、あのー、結構、まあえー、代表戦ですとか、コンサーのまの取材ですとか、まあ割と 何年かに1回こちらに来る伺い機会あるんですけれども、冬ってなると結構、まあ、当然試合ないですから、いつ以来,つ以来だろうなと思って、ちょっと、えー、昔の写真探りましたら、ですねこれ2007年ですね、えー、2007年にですね、えー、ノ,ルディックノルディックスキーの、えー、世界選手権はこちらでありまして、覚えてる方いらっしゃいますかあいらっしゃいませ、ありがとうございます。あの私サッカーがまあ専門なんですけども ごくたまにですね、他の競技を、えー、取材する機会がまあ,ありまして、まあ、この2007年のノルディックですね、ええー、と、あと2019年のラグビーワールドカップも、あのー、こちらにちょっと取材で伺ったことがあります。で、まあ、あの、久々に、あのー、冬の札幌来て、やっぱりちょっと、まあ、雪が残ってるっていうのは、まあ、想像していたんですけども、これほどこう、路面がつるつる滑るのかと。 いうのがですね、結構新鮮な驚きでして、まあこれ、今日のちょっと話もつながってくるのかなと思っております。まあ改めまして、えー、簡単にあの経歴をまあご紹介するとですね、まあこんな感じになります。はいで先ほどご紹介ありましたけれども、えー、つい先週、ですね、えー、異端のチェアマン、えー、という本を、まあ 発表しまして、こちらが、えー、カバーになるんですけれども、えー、これもですね、実は今日の話とも大変関わりのある話でして、あのー、村井光さん、まあ、第5代、えー、J リーグチェアマンなんですけれども、この方がまあ8年間、まあ、J リーグのチェアマンというのは一、まあ、期2年でかける4、4戦して、まあ、こちら、えー、8年、えー、J リーグチェアマンの任期、えー、があったんですけれども、非常にあの激動の8年間でして、 まあその中で、まあ、シーズン以降の問題、あの課題という、問題っていうのも結構議論されてきて、えー、それがまあ結果として、まあ、今回は導入なしという結論に至ったんですけれども、このあたりの話も今日、えー、続けあの盛り込んでいきたいと思っております。まあ、て言うんでしょうね、あのー、シーズン以降っていうのは結構あの、ポッと出てきたような印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、実はもうかれこれ15年ぐらいこれ続いてる話でして、 えー、みがえ、その話題がこう出てくるために、あの、特にその雪国のクラブのサポート、ファン、サポーターですね。またよみがえりやがってと。ある種、そのゾンビ扱いされてきたという歴史もあります。まあ、そういったことも振り返りながら、今日お話できたらなと思っております。はい、で、このシーズン以降というのはですね、非常にその雪国。 クラブだけではなくて、まああの、特に J リーグファンにとってはですね、まあ、あの雪が降らないところでも非常,に非常に関心が高いテーマでして、あの先ほどご紹介しましたの私の,あのウェブマガジンですねあの、こちらの方でもですね、あのこれ2022年に、まあ、あのシーズン以降に関して、えー、クラブその関係者、あるいはこう エージェント、選手のエージェント、あるいはヨーロッパのサッカーに通じている方々に3人お,、ま、あお招きして,お招きして、えー、オンラインで座談会をやった企画が結構読まれました。これ、UR コードあいや、ごめんなさい、QR コード今貼ってありますので、もしよろしければ、今これちょっと、あのー、取り込んでいただいて、これ無料で公開しております。ですので、これをちょっとまあ後で、あのー、この会が終わった後、えー、ご覧いただけたら、大体どの辺が問題点なのかっていうのはかなり整理された座談会になっておりますので、 ご参考いいたただけたらと思いますであとよろしければですねあのウェブマガジンこれはあの会員制なんですけれども、あのー、今も勝った負けたのその結果しか終わなくなってしまったメディアがあまりにも多い中でかなり深掘りしたあのサッカーの、えー、話題についてあの鋭く切り込むような企画をいつもやっておりますので、えー、会員になっていただけると大変嬉しいです。 でえー、じゃあ、なんでこんなに雪国クラブのサポーターが、まあ、この秋春制導入、あるいはシーズン以降反対しているのかというところで、あちなみに今日これ、あのパワーポイントで出した写真、基本的に全部自分で私が、えー、撮影した写真なんですけれども、これがちょっと結構、衝撃的写真でして、これ、何かと言いますと、今年のですね、えー、夏に、えー、私、カタールと山、 の J3 カター富山の、まあ、試合にちょっとい、えー、取材に行ったんですね。で、そこでですね、ちょうどあの、千山の,の野々村さんが、えー、いらしてて、視察にいらしてて、で、あのー、これ、背後からその、なんていうか、トークイベントやってるところですね、えー、向かって、えー、右側が、えー、野々村さん、で左側がカタ、えー富山社長の左友茂雄さんなんですけれども、まあ、 このトークしてるときにですね、ガガガガガとこの北陸、富山、秋晴晴晴以反対という、いつもこれ、横断幕をゴーダで貼ってあるものを、このまじまじとこの野々村さんが見えるところにドーンと貼ったっていう、割とこれ結構衝撃的な写真をこうが撮れたんですけども、この時かなり野々村さんは、野々村さんはこれ、もちろん、 トークの中で、じゃあなぜ、キャラ性を、えー、今検討しているのか、シーズン以降検討しているかということを、まあ、説明、みんなに、まず、どういう前提があって、この話になっているかということを、あの、話そうというか、知ってほしいという思いでこ、この場にいたんですけども、そこに、こう、結構、どーんとこのメッセージが来たところで、まあ、かなりちょっと、えー、気分をガッとれたという話を僕は聞いていますし、 で左飛ぶさんもですね、まあ、あの雪国クラブのえ大変さっていうのは非常によく分かっている方です。もともと神奈川県のご出身なんですけれども、とはいええー、まずはちょっと話を聞こうよと。話も聞かずに、最初から頭ごなし反対っていうのはどうなんだろうっていうふうな思いは持っておられたと、えー、後であの聞いております。で、じゃあなぜこの反対っていうことを、 その非常に強硬にこう訴えているのかということを考えると、これも非常に結構、ですねあの歴史を振り返る必要がありまして、とそと特に雪国クラブは、この話っていうと、もう、ある種のアレルギー的に反対する、もちろんその大変だっていうことはある一方で、結構、自分たちはこうな,いがしろないがしろにされてきたっていうあの意識ってを非常に持ってます。 まあ、あえて言葉にすると被害者意識的なものもあるっていうふうに僕は見ています。で、えー、その秋春れ性なんですけれども、えー、実は以前もあったんです。これ結構知らない方多いと思うんですね。で、以前っていつかっていうとですね、えー、これがですね、えー、1985年、まあ、だから昭和の時代ですね、昭和60年に、えー、この年から、 シーズンが秋春になってますこれ、J リーグの前身の日本サッカーリーグ、JSL です。えー、これ、パンフレット見るとですね、えー、昭和60年の9月6日から、えー、昭和61年の3月2日までとなっています。えー、それまでは、これ以前、つまり1984年までは春、秋だったんですけども、この年から変えたんですね、1回。変えてるんでですよで なぜ変えたかっていう理由は、えー、実はあんまりよく分かってないんですけれども、えー、一番有力な説としてはですね、えー、野球とのバッティングだと言われています。プロ野球ですね。あのー、まだこの日本、あの昭和のスポーツのスポーツニュースっていうのはですね、まずプロ野球がどーんとあって、たまに相撲があって、であとはまあラグビーがあって、でまあ、4年に1回のオリンピックがあってっていう中で、サッカーの扱いっていうのは、メディアの扱いは非常に 限られてたわけですねじゃあ、せめて、そのシーズンを、えー、野球と逆にしたら、そこそこメディアの露出が増えて、えー、お客さんも来てくれるんじゃないかと。えー、まさにその日本サッカー、冬の時代と呼ばれてた、えー、頃に、まあいくつ、いろんな苦肉の策を知っていく中の一つが、このシーズン以降だったんじゃないかというふうに、と、えー、いうのが僕の。えー 一応まあ見立てであり、当時のを知る人たちもそういうふうに、えー、おっしゃっていました。でもあと、いくつかやっぱりこう、えー、やっぱり今と違って、えー、雪国のクラブがなかったってこともありますね。大体、例えば、えー、三菱重工ですとか、えー、古川電工ですとか、日立ですとか、まあ、そういったこの首都圏、大体この東京周辺にあるよ、よく丸の内御三家と呼ばれてますね。あとはまあヤンマーですとか。 えー、松下ですとか、松田大阪の方にある、まあ、要するに都要は大都市圏に、まあえー、いくつか JSL のチームがあって、そんなにその雪国のことを気にする必要なかったとっいうところで、まああのー、シーズン以降しやすかったとっいうのもあったと思います。ただ、えー、当時、古川電工で,です、ね、スタッフとして働いていた方、あの長岡茂さんという方に1回おっしゃってたんですけれども、えー まあでも東京でも雪は降るよと、降るときは降るとで。降りそうなときってのは非常にいつも大変で、ビクビクしながら、えー、その日を迎えてたし、まずその、じゃ雪降ったときに雪かきどうするって話になるわけですね。今の J クラブっていうのは、あ,のある種、みんなでなんとかしようっていう、カルチャーができてるし、まあ、その地元の高校生とかね、えー、集めて、あるいはボランティアでなんとか雪かきできるけども、当時、社会人の、まあ、サッカーですから、 そんなじゃ社員をじゃ土,日 <laughs> 土曜日とか日曜日に、えー、かき集めて雪かきできるかって言ったら、まあ、それできないわけですね。そういった意味で今とはまた違った雪が降った時の大変さがあったと、えー、いう話も聞いております。じゃあ、えー、実際それでお客さん入ったんだろうかって話ですね。えー、これあの、平均入場者数を、えー、比べあの並べてみたんですけれども、えー、1984年が、えー、3641人で、 えー、シーズン以降した85年が、えー、3647年ほ,とほぼ増えてないんですけれども、えー、86、87シーズンからまあちょっと増え始めたと、あちなみにこれ、あのー、86、87シーズンの前って、じゃあ、85、86シーズンって思うじゃないですか、えー、記録ではこれ、85はシーズン以降してるんですけども、85としか書いてないんですよ。 でこのあとから、えー、86、87シーズン、87、80シーズンっていう、まあ、表記になっていきます。で86年からボント5000人台増えた、これ、ちょっと理由は今一つよくわからないんですけれども、まあ、えー、ワールドカップイヤーだったっていうところですとか、あとスペシャルライセンスプレーヤー、あのー、奥寺さんとか木村和志さんとかですね、まあ、そういった方たちがこう結構活躍して、プロの帯同みたいなところが一つ、あのー、きっかけとしてあったのかなと思ってます。 ただそれもですね、いったい4000人台に、えー、4000人台に落ちて、で、また5000人、4000人、5000人っていう、まあ、えー、ちょっと爆発的に増えもしなければ、減りもしないという状況が続いて、J セル最後のシーズンですね、1991、92シーズンは、6000人台の大台に乗った6707人。まあ、これはもう明らかにですね、えー、J リーグ始まるぞっていう、そのムーブメント。 に後押しされてのこの数字だったんじゃないかなと思います。で、えー、この1992年の、えー、春をもって、えー、一旦あの JSL、ー・ JS L 日本サッカーリーグは終了します。で、この年にですね、あのー、ナビスコカップというのがあって、ここからは J リーグは実質的にスタートするわけですね。えー、J リーグ、リーグ戦の開幕は、えー、1993年5月15日なんですけれども、その 91、92シーズンが終わってから、えー、J リーグが始まるまでに、あのーまあ、1年近く、んこの時きが、えー、だ3月92年3月に終わって、93年の5月にスタートってことは、1年以上間があったわけですね。でその間に、えー、92年の9月から11月の末まで、えー、ナビスコカップというのをやることによって、まあ 選手たちにこうし、えー、試合の機会を与えると同時に、ある種のプロモーション的に、さあ、プロ化するぞ、プロ化するぞとかにどんどん盛り上げを高めていったのが、まあ、この時期であると。後ほど、今のシーズン以降の話になってくるときに、おそらく多分0.5年分の、えー、大会をやることによって、えー、またずらさる必要があると。 いうときに、多分こういったナビスコカップ的なものを、えー、また加える、この当時のナビスコカップ的なものをまた加えるのかなというふうに、えー、思っています、はい。ということで、まずその歴史上を見ると、ですね1回シーズンを変えてるということですね、ここで申し上げたいのは。じゃあ、この今のシーズン以降って、いつから始まったかというと、ですねこれはっきりしてます、えー、2008年からです。 あのこの方がですね、えー、犬飼元昭さんっいことなんです。えー、犬飼元昭さんという方が、えー、JFA 会長に就任したんですね。えー、2008年に就任して、えー、その前は、えー、川淵三郎さんでした、協会の会長、川淵三郎さんから、えー、犬飼さん、この方はもともと浦安の、えー、社長だった方です。 で犬飼、えー、さんの浦和レッズ社長時代っていうのは、ですね、まあ、レッツランドを作ったりとか、ですねあと、非常にこの大きな補強をたくさんして、小野信者がヨーロッパ帰ってくるきっかけ作ったのも犬飼さんですし、まあ、あのブフバルと呼んだのも犬飼さんですし、監督にですね、まあ、そんな感じで、ですね非常にその浦和の、まあ、第一次黄金時代といいますか。 それまでずっとこう弱かった裏和がどんどん強くなっていくという、この一つの大きなきっかけを作ったのがこの犬飼さんだったんですね。で、まあ、そういったそのまあ経営手腕をとが買われて、協、えー、会の会長になったんですけれども、えー、犬飼さんは結局ですね、気に2年しか会長やってないんですよね。で、その後に、えー、小倉さんが会長になって、大臣さんが会長になって、 で今の田島幸三さんになっていくという感じで、ああのここで非常に生臭い話になるんですけれども、まあ、いわゆるその川口さんの、えー、系譜というんですかね、の人たちの間に、ぽこっと犬飼いさん入ってきたというのがあって、ある種の川口さんにとってちょっと新しい人を入れて、なんとか JFA 盛り上げていこうという意図があったんですけれども、2年でこの人はいなくなってしまうという。 まあそこに多分なんか政治的な力学力、力学が働いたんじゃないのかなと思います。ちなみにあの、日本作家協会の功労者書ってあるじゃないですか。あの、顔がレリーフになるやつ。で、歴代会長ってみんな、あの、あそこに功労者に入ってるんですけど、犬飼さんだけ入ってないっていう、実はそういうちょっと、えー、事情もあってですね、いろんな想像してしまうんですけれども。で、犬飼さんは、 でも、この2年間の間に何を残したかっていうと、シーズン移行しようっていうことを言った、初めて言い出した人はこの人だったんですね。で、えー、ただその主張がですね、大体こんな感じです。まあ、夏場の試合は選手も観客も消耗もする。まあ、これは分かる。で、だから寒い時に冬,あの冬でも試合をやろうと。 で寒ければ観客が来ないという考え方を知ろうと断じたわけですね。で屋根付き練習場がつくを作ることで雪国の子供たちが、えー、冬でもサッカー楽しめる、まあ、これは確かに、えー、その通りなんだけれどもん、じゃあその財源どうするのかっていうところとかですね。まあ、じゃあ、えー、雪が降ってる間は、えー、雪国クラブはアウェーを増やせばいいんじゃないかと言ったりとかですね。まあ 犬飼さんという人はですね、私も何2回ぐらい取材、お話聞いたことあるんですけども、この人はよくも悪くも、まあ、ワンマンかつ強腕なタイプでした。で、えー、と要はだから俺,俺の言うことを聞けっていうタイプだったわけですね。で、えっ、ー、と、これにですね、当時、僕の,あの記憶だと、山形、モンテデュー山形ですとか、ああいった雪国のクラブのサポーターかなり反発したんですよ。 であの結構こう上からこうドーンとこうトップダウンするような物言いに結構、えー、雪国のファン、サポーターは反発しました。で実は今、えー、現時点での,その秋晴れ戦との議論に関して、えー、雪国のサポーターが猛烈に反発しているのは実はこの時のトラウマなんですよ。犬飼さんの,この上から物申すってものに対してものすごくその 嫌な思いした、あるいはこう屈辱的に感じたサポーターというのが結構いたはずで,で、それがトラウマになって今に至っている、でそれをこう野々村さんが一生懸命、またなんとかこう理解してもらおうと、あちこちにこう、えー、情報発信する機会を作っているという、まあ言葉は悪いですけども、これをのこうなんていうの後片付けを今あのい、野々村さんがやっているというふうに私には感じられます。はい で一旦この話はのの、犬、え、飼、ー、さんが協、えー、会の会長を退いたことで終わったんですね。終わったんだけれども、これから次にまた再任したのがですね、えー、2016年 JFA 会長選挙、えー。向かって左側が原博美さんで、右側が今の会長の田島小僧さんですね。あの写真のチョイスはあの意図は特にないんですけれども。<laughs> でえー、とこの 争点がですね、あの橋間幸三さんは、えーまあ、やっぱり犬飼さんは、のその時その時犬飼さんの主張としては、まずそのヨーロッパに合わせようってことの前提としよりも前に、まずこの夏の暑い夏に、こんなにサッカーしててクオリティが下がるじゃないかっていうところですよね。そこが最初にきてたんですけども、橋間さんの場合、やっぱりその日本代表の強化っていうところと、 を考えた時にやっぱりそのシーズンをヨーロッパに合わせた方が、いろいろとこう日程が組みやすいというところと、あとやっぱりこの人は AFC とかあの FIFA とかで以上と仕事をしているという、えー、経歴をお持ちの、まあ、要するに国際派なわけですね。で、日本のサッカーも季節、えー、シーズンをやっぱヨーロッパスタンダード、世界スタンダードにしていくのが自明であるってそういう、あのー、考えの持ち主だったわけです。 一方の原裕美さんはですね、もともと教会の、えー、要は代表,代表チームを強化するような、えー、ポ仕事もされていましたし、えー、例えば天皇杯ってずっと決勝元日だったじゃないですか、元日、国立だったじゃないですか。で、えー、天皇杯を、あのー、じゃあその前に、えー、天皇杯のある年に、じゃあすぐにアジアカップがあります、例えば中東でアジアカップがありますっていうときに、 じゃあ、ちょっと天皇杯の決勝をもっと前に、12月にずらしましょうということを最初にこ提案したのは原さんだったんですね。原さんもですから、代表の強化に関しては、非常にそのカレンダーというものをものすごく研究して、まあ、いろんな施策も打ってきた人なんですね。で、原さんは、えー、じゃあ、シーズン以降ということにのあの考えたときに、まあ、これは非常に難しいと、今のままの方がいいという結論をしたのは原さんだったんです。 ですので、えー、この協会会長選挙で争点重要な争点は、えー、やっぱりそのシーズン以降するかしないかという話ですねで。最終的に田島さんが勝ったんです。田島さんが勝ったんで、えー、その後、まあ、えー、原さんは、えー、J リーグの方に、えー、引っ張られて、えー、副理事長というポジションになるんですね。でその後、えー、田島さんから議題が上が上った シーズン以降2020年までにしようという、えー、議論がずっと続いていきます。これは JFA と J リーグとの間でずっと、えー、セッションをしていくんですけれども、最終的にこれがですね、えー、見送られます。これ2017年の話です。で当時のチェアマンは、えー、村井光さんでしたで。いろんな議論をした上でです、ね、えで、ー、見送ろうと思った理由が9つ挙げられました。えー 一応、全部挙げると、ですねまずその移行しない方がまあがリーグ戦実施期間が1か月以上長い。えー、シーズン移行すると、ですね4月から5月に ACL 出場4クラブだけ、リーグ戦最終局面を厳しいにて戦うことになる。でまあ、移行しても1か月にあの1月に移籍する選手が減らない傾向が可能性が高い。 シーズン末に、えー、決勝が集中することは世界基準で違和感がない。えー、雪,国に雪国に相当装備の、えー、スタジアム等が整備されるだろうという期待を前提とした移行を経営リスクと捉える、えー、クラブ関係者が多い。えー、移行期の0.5年、また1.5年での収益確保は J リーグ54クラブそれぞれの課題で難易度が高い。 えー、現シーズンでは、えー、学校年度と完全ではないがほぼ揃っている移行して半,半年ずれてしまうマイナスは大きい <coughs> 企業とのキズレも、えー、企業側でヒアリングしたところ修正は難しいとの見方が多い、えー、J リーグはルヴァンカップを、えー、全国のホームタウンで通年開催したいと考えているが、えー、移行カレンダーでルヴァンカップが成立していないというあこのつの理由ですねで、えー 見送りは決定したんですけども、議論再開のうちに残しました。これは2つあります。えー、1つは、えー、雪国クラブの,その雪のリスク、その冬季で開催のリスクが、えー、改善されるということがまず1つ。でもう1つは、えー、ACL ですね、アジアチャンピオンズリーグがもしシーズン移行したら、それまでの、えー、当時の ACL は春開催、秋。 結晶だったんですけども、これは逆になる可能性というのもささやかれて、もし ACL が、えー、シーズン以降になったら、また議論を再開する,するあの、そうなったら議論を再開しようって、この2つ、このどちらかが、えー、実現したら再開するということが、この時に合意されていたようです。ですので、今の議論の話というのは、このうちの1つが変わった、つまり、えー ACL のシーズンが変わったとっいうところで議論再開という流れです。ですので、急に始まった話でもな,ければな,なくて、実はここからの延長線上に今があるわけですね。はいでまさにその今のシーズン以降の話というのは、前提としてですね、そのアジアが ACL、 AFC が、えー、シーズン以降する。で、AFC の今、力を持っているのは基本的に中東なわけですね。えー、<coughs> カタールですとか、UAE とかサウジアラビア、要は西アジアの方に、AFC の要職にいる人たちが結構いてですね、もう政治は西中心でも回ってるっていう現状がある。あのー、例えば日本とか、日本、韓国、アジア、あのー、中国、まあ、日本と韓国は、ね、ワールドカップに何度も出場してますし、 え中国だとお金持ってるんだから、東アジアで結束して、もうちょっと対抗すればいいのにとか思うんですけれども、もうずっとこち西側にちあのイニシアチブを取られているというのが現状です。そうした中で、えー、まさに今シーズンですね、えー、2023、24シーズンからもあのシーズン以降になりました。今まさにその ACL は始まって、まずグループステージを秋からやってるわけですね。そうした中で、 えー、日本は、日本はというか、えー、J リーグも、この、えー A、アジアの、あるいは世界の潮流にのっとって、地位図を変えていかないと、世界的な観点から生き残っていけないっていう判断をし,、ま、したのが、今のチェアマン、えー、野々村義和さんです。 でえー、と野々村さんがチ、えー、ェアマンになって、この議論が非常にそのまた活,性活性化したのは今年に入ってからです。でメリット、デメリット、まあ、一応あのよく言われていることですけれども、まあ、あえて挙げておきますと、まあ、ヨーロッパ出合わせることで、えー、遺跡が活性化します。まあ、ACL と合わせることでまあ成、高結果が期待できる。 夏の試合を減らすことでパフォーマンスが向上する。で特に、あのー、このメリットのうちですね、今年割とその、なんていうかな、それまでずっと絶対できないと思われていたそのシーズン以降というものが、結構ポジティブな、えー、意見が増えてきた理由っていうのがいくつかあると思ってて、そのうちの一つはやっぱり、まず浦和8の ACL 優勝ですよね。ああの盛りりり上がりとあとやっぱアアジアで 優勝すると、そこからさらに世界が広がっていくっていう、このストーリーですよね。これをやっぱりこう間近で見,つ、えー、見せつけられたやっぱ J リーグファンは、俺たちマスコミに行きたいってやっぱり思うわけですよ。それがまず一つと、えー、今年の夏はとにかく暑かったってことですよね。もう死人が出てもおかしくないぐらいの暑さだったっていうところで、やっぱりちょっとこの夏、えー、試合するのは結構もういろいろと難しいよねっていう。 気候変動の影響というものも,もう結構、実はこれ、後押ししたんじゃないかなというふうに、えー、考えられます。まあ、一方で当然、デメリットもあってです、ねまあえー、冬の開催で厚生地区のクラブに負担が生じる、えー、ウィンターブレイクを設けることで過密日程になる、で企業や学校、行政などとのきずれが生じる。<laughs> でこの気づれに関して言うと あの特にその例えばこうスポンサー、スポンサーに対して、えー、今年し昇格しました、えー、ちょっと増額してくださいという言い方とかね、えー、するときって、やっぱりその企業ってやっぱりこう4月から8月3月を回るところが多いですから、じゃあそこで予算組みましょうって話ができるわけじゃないですか。これでずれが生じる。あるいは、えー、スタジアムって基本的に、あのー、まだ自前で持っている、えー、クラブが自前で持っている。 事例というのは非常に少なくてですね、やっぱり行政との交渉が必要になってくるわけですね。行政もまた4月で始まって3月で終わる。でそうした中で、えー、じゃあ、この、ここからしあの年をまたいでここまで、えー、ホームゲーム入りたいんですけどって言っても、いや、それはちょっとっていう話になってくるわけですね。特にトラック付きのスタジアムの場合は、陸連とのやっぱり兼ね合いというものもあるわけで、えー、なかなかその部分というのが実はネッ,クネックになるというふうに、えー、見られています。 じゃあ、えー、この雪国クラブの方は、えー、この件についてどういうふうな考え方を、えー、しているのか、えー、実はあの今年に入ってから、ですねあの、断るごとに、あのー、この雪国クラブの社長さん、要は、えー、代表者に、ですねあの、実際のところどうなん、どう思ってらっしゃいますかってことを、えー、質問をぶつけるようにしているんですね。えー 三つのクラブ紹介したいと思います。まず皆さんおなじみのえ北海道コンサドーレ大、えー、札幌代表取締役 GM の、えー、三上さんですね。あの三上さん、あの、社長じゃなくて GM って名乗ってるって知ってましたあの、これはですね、まあ、コンサートなら本当ご存知だと思いますけども、まあいつかの野村さん帰ってきたときにっていうことらしいです。で、三上さんはですね、えー、こうおっしゃってました。えー、なんかその、 あのコンサドーレの社長だった野村さんが、えー、シーズン以降推し進めてるのはドームだからだろうみたいな言われ方されてるんだけれども、実はドームだってあの野球場とサッカー場はこう入れ替わるようなシステムになってるじゃないですか。で外に出してる時に雪が降ったら雪かきしなきゃいけないと。つまり雪の積雪によるリスクとか負担ってやっぱあるわけですね。ドームだからいいって話じゃないし、あとやっぱりあのー、最寄り駅から 札幌ドームってそこそこあるじゃないですか、道が。で、ちょっと僕、今回言ってないですけども、やっぱり相当、やっぱりっと足元が割と悪い状況だと思うんですよ、今。そうしたことなども含めて、まあ、あのやっぱりドームだからなんとかなるだろうと話ではないと、これは主張されていました。ただ、それでもまあ条件付きで賛成であるとおっしゃってました。えー、それ、2つあります。 まず条件1がです、ね、えー、冬の間でもトレーニングできる施設が確保できること。でえー、条件2が、冬の間でもスポーツを楽しめる環境整備、まあ、これはプレイヤーもそうだし、観客もそうだと。ですので、えーまあ、三上さんはあの、ね、ご存知のように、野々村さんとずっとこう二人三脚で歩んできた方なので、野々村さんが何を考えて、えー、このシーズン以降、しようとしているか、かよくご存知なわけですね。 ただとはいええー、今はそのコンサドーレやっぱり預かる身として、野村さんが言うから全面的に賛成とは言えないわけです。それでも、えー、じゃあ、これをいいきっかけとして、あの新しい施設あの、北海道のやっぱり人たちにとって、やっぱり冬スポーツができるって、そのウィンタースポーツだけじゃなくてね、サッカーができるっていうのは結構やっぱり、この、ずっとある種の夢といいますか、 できたらいいな、でも無理だろうなっていう、そういう次元の話だったのが、一つこれによって、一つ階段を上に上がれるんじゃないかっていう、そういう期待感を、えー、三上さんは持ちだなっていうふうにお話聞いてて感じました。今のは、えー、J1 の、えー、コンサドーレ札幌の場合ですね。じゃあ次、えー、J2 のですねモンティリオ山形、えー、相田健太郎社長ですね。この方にはオンラインで話聞いたんですけれども。 シーズン以降は賛成でも反対でもないけれども、まあ、決まったら従うし、そのための準備は進める。まあ、経営者としての当然の判断ですよね。で、雪国クラブだからといって、J リーグのお荷物にはなりたくないって、この人、言い切りました。でさらにですね、えー、リーグに頼るのではなく、株式会社なのだから、自分たちでなんとかするべきと。 まあ、要するにですね、えー、っと非常にその言葉を選びながらなんですけども、僕なりに解釈すればですよ、あのじゃあシーズンを変えるんだったらなんあの、リーグ、われわ雪国クラブに何とかしてくれっていうことではなくて、経営者考えあの、反対するだけじゃなくて、じゃそうなった時のこときに備えて何かしら準備はすべきだし、えー、そうなった時のことでなん、あの ことで、それをリスクをチャンスに変えるのは経営者だろうっていうのは、この人の,はんあの考え方です。で、相田さんはですね、あのー、実は楽天イーグルスにいたことがあるんですね。だからプロ野球の経営の経験もあるわけです。で、あのー、そ,その経験に基づくならば、えー、プロ野球っていうのは、まあ、なんでしょうね、例えばセ・リーグでもパ・リーグでも、リーグが、その、球団のために何かするっていう。 考え方ってカルチャー全くないと。それぞれが独立して、一、えー、つの、えー、6球団ずつリーグを作って回してるっていうのがリーグであって、リーグがなんとかしてくれるっていう発想は、まあ、ないというのが多分この人の根底にはあるんだろうなっていうふうに思いました。で、実際のところ、えー、屋根付きのスタジアムっていうのはつい最近あの発表になりました。えー、2027年完成予定だそうです。 で、最近、あの、スタジアム建設という話も、割と僕、取材するんですけども、うん、ちょっと余談なんですけども、最近のこのスタジアム建設、サッカー専用スタジアム建設って、一つの起点となっているのが、えー、AC 長野パルセイロの長野湯スタジアムなんですね。あれが2015年にできて、それまで、 その前に専用スタジアムっていつできたかっていうと、2005年の、えー、ジェフチバの福りなんですよ。福田電車ありなんですよ。それから10年ずっとなかったんですね。で、長野湯スタジアムが2015年にできて、そこからどん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 スイタができたり、えー、ギラバンツのスタジアムができたり、京都のができたり、で、来年は、えー、広島と金沢と長崎にすごい素晴らしいスタジアムができます。で、えー、その、 長野のスタジアムっていうのは、あれ80億だったんですって、総,総工費、総建設費が。で、えー、ただ今はあのー、ウクライナ危機ですとか、その前のコロナ禍とかですね、であのー、建材とかですね、あのーあ、要するに人件費がどん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 値上がりしてると。だから、えー、2桁億円でできた時代っていうのが、まあ、あの時代までで、今はもう大体3桁億円です。で、今つく、長崎が、 ジャパネットパワーで作ってるスタジアムっていうのが、あれ900億なんですね。900、あのも,もちろん、アリーナも、スタジアムじゃなくて、アリーナも作って、オフィスビルも作って、あとホテルも作ってってまあ総合型っていうのもあるんですけども、ただあれ1000億超えるんじゃないかぐらいの話も、なんかちらほら聞こえてきてます。ですので、えー、モンテディオンのスタジアムがどれぐらいの、えー、お金あのよ、建設費になるのかってのはちょっとわからないですけども、まあ、おそらく3桁億円。 行くのは間違いないだろうなと言われてます。場所,場所、え、今と同じ。えっ、ー、と、えっ、ー、と天童市。うん、はい。最初山形市内に作るって話もあったんですけど、天童で、えー、作るそうです。で最後三番目、j ェの、えー、カターレ富山の、えー、左友社長ですね。 実はあの今回、あのー、さっきの横断幕があった試合の次の日にお話し聞きました。で、左友さんがおっしゃったのは、えー、とにかくこの件に関しては、まずファンサポーターに向けのファンミーティングっていうのを7月から開催するって言ってました。これ定期的にやってます。左友さんは、えー、カタールーの前は、えー、清水エスパルス、その前はベル湘南ベルマーレ元々、えー、でもともと横浜 F ・マリノスで社長をやってた経験をお持ち主ですので。 まあもう彼これ20年ぐらい J クラブの社長やってる方なんですね。で、つまり、そのファンサポーターとの合意形成というのは非常にこれは必要であるってことを本当によく、えー、分かっていらっしゃる方ですので、かなり早い段階から自分が J リーグの、えー、社長会議で聞いたことを、えー、ちゃんときちんと分かりやすくサポーター、ファンサポーターに説明してきた方です。で、そうした中で、えー、やっぱりネックとなるのがですね、やっぱりこう、まあ、 積雪とかそういうのもあるんだけれども、経営的な面でいうと、やっぱキャンプの費用が2倍かかると。大体1回のキャンプって1000万ぐらいかかるんですって。で、それがウィンターブレイクの、えー、キャンプも含めるとですね、これかけるに2000万円かかると。で、今年としの、えー、片栄富山の総予算が、えー、7億8000万って聞いてます。で、7億8000万クラスでこの 2,、これは2000万となるとですね、これ、かなりの負担なわけですね。そこをきちんと、えー、補填できるような、えー 担保が欲しいということは、これ、クラブ側としてやっぱ絶対譲れないということをおっしゃってました。ただ、で、一方でですね、このウィンターブレイクを設けるということで、平日開催が増える、これもこれ、間違いなく、えー、1年365日しかないわけですから、平日開催が増えるのは、これ、どのクラブも平等に、えー、あの、な条件として出てくると。しかも、あの、来期、えー、JT 1>, 1は18から20になりますからね、えー、J2 は22から20で、まあ、減るんですけども、えー、J3 は同じに20ですねで。平日開催が増えるってことは、カタールト山マのあのそうっていうスタジアムは、ですねちょっとこう、駅から相当遠いんですよ。で、そこに、じゃあ、仕事終わりで、えー、別に夏とか冬とか,冬とか夏とか関係なしに、仕事を終えて行けるかっていうと、なかなかこれは非常に難しい。 そう考えたときに、逆に、えー、新スタジアムへの機運が高,る高まるかもしれないというふうに、えー、左友さんおっしゃってました。つまり、えーまあ、雪と対策ということもあるんだけども、より中駅から、駅といいますか、あのー、中心街から近いところにスタジアムがあった方が、お客さんも増えるし、街の活性化にもつながるって、そういうロジックですね、そういうところ、話に持っていける、これは逆にチャンスかもしれないと。 やっぱりこのビジネスやってる方っていうのは、まああの、濃淡の差はあれどですね、やっぱりリスクと思われることをいかにチャンスに変えていくかっていうね、そういう発想を、えー、っやっていらっしゃる方が多いと思いますので、もう自我非でも反対っていうことでもないというのは、東谷友さんの、えー、お話から感じたことです。で、今、えー、の議論としてですね、えー シーズン以降する場合、A 案、B 案で B ダッシュ案っていうのがあります。開幕はですね、8月1日。で、閉幕が5月最終週。あの、秋春制って言って,言ってるんですけど、実はあの夏春制なんですよね。で、最初、あれ、8月1日ってまだ暑いじゃんと。あれ、夏暑いの避けるためにこれやるんじゃなかったのって思ったんですけども。 やっぱりその夏休みにこうお客さんを集めるっていうのは、非常にやっぱりこう大事なことなんですよね、J クラブの経営にとって。それもあって、8月1日に開幕っていうのはどうもあの譲れないようです。で、えー、違いはですね、このウィンターブレイクのタイミングです。A 案はえ12月第3週で1回中断して、WB というのはウィンターブレイクですね。で、2月2週から再開。 B アンアンビーがですね、えー、12月1週で中断、えー、ウィンターブレイク12月あごめんなさい、2月3週から再開。B' ダッシュが、えー、ちょっとこれ、B の改良型で、えー、もうちょっとその中断のタイミングを少し遅らせて、えー、再開するのは同じ2月の、えー、第3週からというふうになっています、えー。ちなみにさっきちょっとニュース見てたらですね、今日、えー、一応、 60クラブの投票といいますか、えー、が行われて、賛成が、えー、52、えー、継続審議が7、反対が1だったそうです。た、まあ、多分どこが反対したかというのは、なんとなくイメージできると思うんですけれども、ですので、これは多分ん、きが14日ですねで、19日にはこれ、まあ、正式に多分こうなりますという発表があるかと思います。 であのー、じゃあファン心理どう、ファンの心理としてどうなんだって話です。で僕、これ、実はあのバンフォーレ甲府が鍵を握ってるんじゃないかというふうに思っておりまして、ついこの間のニュースとしてですね、ACL の, AC の、えー、グループステージでバンフォーレが首位で突破しましたよね。で、これ、何度もニュースになっていますけども、スタンドで結構、バンフォーレのサポーターだけじゃなくて、他の J2 と他のクラブのサポーターが応援に来てるじゃないですか。で、バンフォーレのあの姿。 J2 で8位だったチームでも世界を目指せるんだっていうみんなが共有したわけですよ。あ、俺たちマスそこに行きたいと思うわけですね。そしたら、えー、このシーズン以降をすることでもし、えー、本当にじゃあこれから日本サッカーの強化につながるんだったらやってもいいかなっていうふうに思う人は多分これで増えていくだろうなと。 実はバンフォーレがここで戦ってて結果出したというのはすごく実は重要な意味、このえ議論にすごく重要な意味を持っているというふうに僕は感じています。あちなみにこのありがとう鹿島、頑張ろう山梨、これ何かというと、ですね2014年の3月1日、2014年は3月1日に J リーグ開幕したんですね。でところが、えー、山梨甲府がですね大雪でスタジアム使えなくなってで、甲府の相手は鹿島だったんですよ。で急遽 えー、国立競技場に会場を変えて開催して、鹿島付き合ってくれてありがとうってみたいなのありがとう、鹿島だったんですね。つまり、えー、山梨とか甲府も結構雪のリスクがあるクラブの一つなんですけども、そういうクラブが ACL で、えー、結果を出すと、やっぱりあ俺たちもあそこに行きたいというふうな流れになっていきそうな、えー、気がすごくしておりますすもうちょっと大丈夫ですかはい巻きます。<laughs> もう一つこれ、あのー、立ち止まると J リーグは死ぬって何のことを言ってるかというと、ですね J リーグっていう組織を、ですこ、ね、あの,ー、潰すあの,今年あの去年からずっと取材して、本にまとめるにあたって、ですねこの本を書いたときに、僕はプロログでこういうことを書いたんですね。えー、J リーグの30年っていうのは、えー、いわゆる失われた30年とほぼ重なるんですよ。で ただその中で J リーグっていうのは、えー、日本という国が見失いつつあるものが結構今でも J リーグに残ってる。それ何かっていうと、公共性と透明性、スピードとダイナミズム、地域貢献と国際交流、リスペクトの推奨とハラスメントの排除、そして、えー、理念の順守と、えー、現状維持の打破。つまり、えーと、J リーグっていうのは常にこう新しいことをやっていくっていうことをしていかないと、 死ぬ組織なんだなっていうのが、えー、今回のこの異端のチェアマンという本を書き終えての僕の、えー、率直な、えー、印象です。ですので、J リーグは間違いなく、えー、シーズン以降することによって、さ、え、ら、ー、に進化していくんだっていう決意を固めたから、えー、かなり、まあ、強引といいますか、情報を開示しながらも、結構強引に進めた理由はここにあったんじゃないかなと。多分立ち止まってると俺たち死ぬっていう脅迫観念みたいなのもあるんでしょうね、組織として。 でもう一つ言うとですね、えー、村井さんと、えー、野々村さん。村井さんだったらシーズン以降しなかったじゃないかっていう人いるんですけど、僕、違うと思うんです村井さんもシーズン以降は必要だと思ったら、多分やってました。ロジックで考えてし,しない方がいいっていう結論に達したんだけども、した方がいいと思ったら、多分やってました、この人。打造ン呼び込んだりとか、ぶっつかった子会社を全部一つにまとめるとか、<laughs> いろんな強引なことをこの人やってるわけですよ。 それが正しいと思って、それが発展につながって、ただし、そこには必ず J リーグの理念、理念というものはきちんと守らなければいけないとい一方で、確固たる信念があります。ですから、理念の順数とえ現状維持の高、これのバランスが、やっぱりこう、今もそうだし、これからも、J リーグはえーこの2つをえー天日にかけながら歩んでいくんだろうな、進んでいくんだろうなというのが、私の結論です。 はい。というわけで、えー、中心とだいぶ喋ってしまいました、えー。以上となります。ありがとうございました。